はい、どうも、こんにちは。自転車返してです。今回はザ・サンドマンの実況、パート7の方をやっていきたいと思います。で、これまでのサンドマンの実況ゲームを振り返ってみると、ストーリー的には、あるいはな、こう、不眠症で眠れないソフィーちゃんを無理やり寝かすために、サンドマンが子守唄を派遣して、それでもなお眠らんから、もうここは、サンドマンとこう、直接対決じゃーっつって、サンドマンのこう、屋敷に、乗り込んだっていう感じよな、今。で、こう、7までやってきて思ったんが、俺も言うたら不眠症やから、これ、なんか他人事じゃないなと思って。明日、明後日には下手したら俺もこんな、こう、怪奇現象を体験する羽目になるんじゃないかと、ちょっと、ひしひしと 感じてるんで、今回からはこう、自分の身に置き換えるような感じで、ちょっと真剣にプレイしていきたいと思います。ということでね、全く面白くないけど、なんかうまくまとまったオープニングトークが終わったところで、だから、最初こいつらに話しかけていくか。よ、美味しい美味しい。え？これが？この目玉料理が？ お前ちょっとあれやな、変わった味覚をお持ちなんですね、多分。うま。めっちゃ食いついてるやん。おーね、あなたたちは何なの？僕たちは誇り、やめろって。悲しくなるやんけ、その自己紹介。やめてくれ。自信満々に僕たちは誇りだよって。何、誇りがあることに誇りを持ったような言い方やめてくれ。謝っとくわ、ごめん。そう。僕たちはサンドマンのお手伝いしてるの。眠りの砂のお片付けするの。お前なんか、くだらん冗談抜きでちょっと自分の存在に誇りを持ってるみたいやけど、お前ただのパシリやぞ、今の話聞いてる感じだと。サンドマンの撒いた砂を片付けてたのね。そうだよ。それが僕たちのお仕事だから。かわいいな。かわいく見えてきた、こいつら。誇りね。俺が誇りやったら絶対自己紹介したくないわ。はじめまして、誇りですって絶対言いたくないわ、俺。むしゃ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 。あれかな、いざ誇りに生まれたら、自分が、何これ。何かが、紙切れが落ちている。何かが紙切れが。それ紙切れやろ。これか。え？何が書いてあるのかわからない。何なんやろな。前もそういうなんか文章いろいろあったけど、この世界と、うちの世界ではあれかな？言語が違うんかな？これもそうやねんな。読めへんねんな。もうどうしよう。こう一個一個部屋一応入っていくけど、なんか関係なさそうな部屋もババッとスルーしていくか。で、これがあれやろ？ソフィーちゃんなの？青い液体のようなものが床を張っていると。なんなんやろな？気持ち悪いな。でも絶対何かしら今後のキーにはなってくるよな。で、これも気になってたんよ。この馬って確か、誰だったっけ？デイビッドのとこに導いてくれた馬よな、こいつ。バツ？なんなんやろ。未だにちょっとまだこの世界観というか、全貌はちょっとわからんままやな。今後多分いろいろと進展していくんやろうけど。あ、ここが行けるようになってんのか、サンドマンのおかげで。危ねえ、びっくりした。絶対これ床抜けるかと思った。危な危な。メモが貼ってあるが、何がまたか書いてあるのか読めない。少し上がりかかっている。はい、冷静。冷静な対応。剥がしたからといってここが抜けるわけではないんか。よう、子守唄。久しぶりやな。いや、ソフィー、だいぶ遅かったね。どうして私を、起きて先に行っちゃったのよ。サンドマンの家まで連れて行けなんか言わなかったろ。お前、子守唄のくせに腹立つな。で、サンドマンにはちゃんと会えたの？ああ、会えたよ、会えた、会えた。
会えたけど追いかけられたわ。その後変な料理を食べさせられそうになって危うく殺されるところだった。一回殺されたけどな。君サンドマンに何か悪さでもしたの？何もしてないよ。強いて言うなら不眠症でちょっと眠らんかったぐらいちゃう。何もしてないわ。いきなりスプーン持って追いかけられたの。なんでスプーン持ってちゃダメなのさ。だってサンドマンはいつまでも起きてるこの目玉をスプーンでえぐり取って食べちゃうんでしょ？いや違う違う違う。正確に言うと、いつまでも起きてるこの目玉をスプーンでえぐり取ってそれをシチューの具材にして食べる。それサンドマンに言ったら怒るだろうね。何？お？そんなもん誰が食うかってさ。え？そのシチューを？目玉を？なんで？だって私小さい時にママからそう。あのねソフィー、世界中の母親ってもんはうるさい子供を寝かしつけるためなら平気でとんでもない作り話をされたわ。俺もされたされた。早く寝ないと豚の国に帰っちゃうよみたいな言われて俺なんか大泣きしてた記憶があるわそういう人間の想像力がないと、妖精は生まれないんだけどね。とにかくサンドマンは子供の目玉なんか食べない。え、そうなんや。スプーン持ってたのはおやつでも食っておやつ食ってたん。スプーンってことはあれか、洋菓子派かサンドマン。おう、俺と一緒一緒っちゃ一緒やん。ケーキとか美味しいよねサンドマン。ちょサンドマンと仲良くなれそうな気してきた。そんな、なんでちょっとがっかりな。嬉しいことやん。でもその後変な料理を食べさせられそうになったな。毒入りみたいな変な気持ち悪いやつ、あれは食べなくて正解だね。妖精の食べ物は人間には毒だから。なんで彼はそんなもの君に振る舞おうとしたんだろう。人間は食べられないことを知ってるはずなんだけどな。え、じゃあやっぱ殺そうとしてたんじゃん。え、それとも何、ソフィーちゃんを人間やと思ってないみたいな。まあ、いっか、せっかく来たんだし君のしたいようにしなよ。ただこの家を歩き回るのはもう十分気をつけてね。もうどういう意味どういう意味。ちょっと訳があってあちこちにトラップが仕掛けてあるちょっと訳があったぐらいじゃあちこちにトラップ仕掛けへんけどな。普通結構なんかあったんやろ。普通の客だったらサンドマンが案内するから平気だけど君はそうじゃないみたい。なんだ、不眠症やからそこまで意地悪せんでいいやん。案内ぐらいしてくれよ。トラップが仕掛けられてるみたいからちょっと慎重に行くか。これ何、これはちゃんキャプテンファルコンが登場するやつじゃん、大乱闘スマッシュブラザーズで。薬品か。コムリュータは薬品の研究をしてる人やったのか。あ、なるほどね。なるほど。これが、コムリュータの言うトラップか。余裕やわ、こんなん。こんなんね、アクションゲームをやり込んだ俺にかかれば、これ余裕よ。ちょっと待って。なるほど、オッケー。1、2、3、4、5、6、7ピョン。オッケー来た。ほら、見ろ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 。そんな嬉しがることでもないか。何これ。おろすか。ちょ、怖い、セーブしとこう。お、ガラスの床が消えて大きな穴が開いている。おろしてよかったんかな。何ここ。だいぶ鈍い音したぞ。大丈夫か。何かにぶつかった。あー、もしかしてガラスの壁みたいなのがあるの。あー、なるほどなるほどね。なるほど、張っていけと。張っていけちゃうわ、沿っていけと。壁伝いに行くってやつやな。なんかこういうさ、アトラクションって言ったら変やけど、こういうなんか鏡の見えない壁じゃないな、鏡の部屋みたいな、こう遊園地あったよな。遊園地の中にそういう子供が好きそうなアトラクションなんかあった。あっこでような壁に当たってた俺も。難易度低っ。この部屋迷路みたいでやだな。通れるところに目印とかつけろ。あー、ビスケットみたいな、ビスケットみたいなってみんな分かった。なんかそういうやつない、ビスケットをこう巻いていくみたいな。棚の中にはカラフルな液体の入った瓶が並んでいる。カラフルな液体ほど危険やからな。キラキラする赤いキラキラするものほど危険やぞ。もう今にも爆発すんじゃん。すごいな、液体なのにキラキラ光ってるや。
あー、これをビスケット代わりに使うと。なるほどね。なるほど。とりあえずセーブしとこう。ドア表面の文字の彫られた石が9つ埋め込まれている。ボタンのようになっていて押し込めそうだ。ああ、これあれちゃん、さっきのパズドラやん。何これ、どういうこと？あ、なんか順番通りに押すん、これ。さっきのやつと絶対関係してるよな。とりあえずさっきの部屋に。とりあえずさっきの部屋行くか。で、ここで、こうするんやろ？まあ、別にこんなんなくてもいけるけどな、普通に。とりあえず、じゃあこれを写真に撮ります。写真に撮りたいところやねんけど、携帯の充電が切れてるから、近くにあったハンディカムで撮ります。はい、これで今、謎の映像が家族共有のビデオカメラに保存されました。この2秒間の映像を見て、家族は何を思うんでしょうか？順番通りに押すん？ちょっと順番通りに押してみるで。開いた開いた開いた。なんや、そんだけの話か。いや、怖、セーブしとこう。なんかこれ足音するやんか。絶対この足音なんか荒れちゃう？卵の殻を落とす理論ちゃう？ 卵の殻を落とす理論でみんな分かったかな？え、なにこれ？棚やなやなやなや。あ、砂やって、サンドマンやん。木の棒が棚に立てかけられている。よーし、手に入れた。これでサンドマンに。お、なんかこれだけ棚が違うぞ。これだけクローゼット状やけど、まあ、一個一個こう調べていくか。で、これはあれか、土のうが吊るしてあんのか。あ、袋手に入れた。やった。砂はさ、手に入れられへん？これ袋でさ、土のう作れへんかな。布、麻のようなもので作られた袋。木の棒。竹市場。もう時間持て余してるわ、俺。余裕余裕。なんでサンドマンから隠れる必要があるの？さっき見逃してくれたしさ、もう和解したんじゃん。うわ、すげえ。このビジュアルだけ見たらちょっとサンタクロースみたい。あれ、バレた？いや、ここまで来てバレへんの？え、なんかビジュアルすごいサンタクロースっぽくない？何を見たんや、お前は。家政婦か。出て行った。よかった、見つかんなくて。Hi there, sweetie. なんて？ Hi there, sweetie. Hi there, sweetie. 怖くなかった？イケボすぎて、ちょっと惚れ込んでたわ、今。何書いたな。ちょっと確認しんの？ Hi there, sweetie. 日本語で言ってもらわんとさ、わからんよね。お、開いてる。待て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 、うわ、怖やめとこう。大丈夫やって、サンドマンいいやつやん。いや、大丈夫大丈夫。え、またまた。
やばい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 さっきはちょっとあっこでな無駄にこう止まってもたからな。いやでもこれ完全に地の利を地形を把握してるサンドマンの方が有利じゃない。あ、なるほど、ここでマーキングしたんはこの時のためか。すっげえコメディっぽい音で落ちてったな。絶対死んでないな、完全にコメディの音やったもんな。起こしちゃった、大丈夫なのかな。お、それでもなおサンドマンだし、もうお前もう絶対もう絶対上がってこさせへんからね。おら、もう閉じ込めたったバカめ。なるほどなるほどなるほど、やっぱ下げよう。これ下げてさっき言ったらこうやってサンドマン面白いな。サンドマン面白いやんけ。ここにいるんじゃん。あ、コムリオータに話しかけに行くか。な、サンドマン。うん。私、サンドマンの書いた文字が読めないの。いや、それより大事な話があるやろ。サンドマンがすごいコメディっぽいことで落ちてったこと話さんでいいんか。他の妖精には、の言葉はわかるのに。あ、彼はちょっと特別な言葉を使ってるんだ。あ、何あの、Hey there.3D みたいな。自分で開発した、何だったかな。最も合理的で芸術的な言葉。うわ、やべえ、サンドマンめっちゃかっこいい。俺、こういう合理的を目指す人すごい好きやねんけど。何それ、わけわかんない。彼はすごく頭がいいんだ。科学者で、発明家で、哲学者みたいなものかな。全然違うぞ、その3つ。特に哲学者全然違うぞ。眠りっていうのを扱うにはいろんな研究が必要なんだって。へぇ。俺は妖精たちにはサンドマンの言葉はわかるけど、君にはわからないだろうね。もし何か知りたい言葉があったら、あ、じゃあこのメモ見てよ、このメモ。あなたは一体何なの？いや、コウモリ言うてん。本当のデイビッドみたいでなんか気味悪い。なるほど。それデイビッドなわけや。想像っていうのはちょっと違うかな。でもデイビッド君は優しい方がいいんだろ。優しい方がいいんだろって言った瞬間お前プイってしたな。ひどいやつやなお前。ちょっとじゃあこの手紙だけ教えてくれ。これこれこれ。ねえ子守唄、これ向こうの部屋に、あー、この左側の部屋な、貼ってあったけどなんて書いてある。またそっぽ向かれた。移動後のエメラルドの炎は消しておくこと。消したな？あ！俺いろいろすっ飛ばしてきたな、多分。移動後のエメラルドの炎を消したことで、サンドマンが落ちてってんな。なるほど、俺はこのヒントを得ずに、やっちゃったわけか、それを。ねえ、子守唄、このメモサンドマンが落としていったものなんだけど、何がか、じゃあこれもあれじゃん、今となって必要ない情報なんじゃん。それは、お、眠りの砂の作り方についてのメモ。目に入ると眠っちゃうっていう砂のこと。そうだよ、貸してごらん、読んであげる。君にはサンドマンの言葉がわからないだろうから。その1、涙液の液体を鍋に入れ、赤色の炎で煮る。ちょっとこれ、メモるか。はい、涙液。一生泣き続ける泣き、あいつか、湯か、あいつ配ってたやつか。体が涙でできているから涙液って言うんだ。なるほど。その2、スヤーソーの実を紡ぎ鍋に入れて涙液の大液と一緒に煮る。スヤーソー、はい、スヤーソーって何。すごいな、好奇心旺盛やな。白い花弁があって花びらね。赤い実をつける花だ。あ、あったあったあった。眠りの砂の主成分はこれだね。
これの匂いには眠気を上。その3。芋トカゲの尻尾を鍋に入れて煮る。その4。できた煮汁を眠りの砂製造機に入れる。スイッチを押したら出来上がり。これ大切なメモなんじゃないの？うん、とっても大事なメモ。誰かに取られたりしないように肌身離さず持ってるんだ。誰か？サンドマンが嫌ってるやつさ。この家に仕掛けてあるトラップもそいつが入ってこれないようにするためのものなんだ。それをお前懇切丁寧に俺に今説明してくれたわけやな。お前やっぱりちょっといいやつなんかもしれんな。それかただのバカかやな。じゃあちょっと涙液の体液だけ取りに行くか。はい、ちょっと待って。今時間見たら結構いい時間やったんで、涙液の体液というか、何だっけ、眠りの粉みたいなの作るのは、次のパートに持ち越しということで、今回はご視聴ありがとうございました。さよなら。